革命の始まりだ。宇宙人がこの星で堂々と生きられるようにならない限り、また同じようなことが起こる。そのためにもお前みたいに。先輩！なんでこんなことを。君にも知ってほしいんだ。絶望の味をね。この甘美な味わい、君もすぐ虜になるさ。切り裂き！誰、雷撃の重心ゴロさんだ。戦いに飢えたその体、十二分に満たしてやろう。こんなもの。この地球に宇宙人が密かに暮らしていることはあまり知られていない。これはそんな星で出会った若者たちの奇跡の物語である。自分はもう結構始めよう。一度コミュニケーション、行き先直感で決めて、進化の道が見えたら踏み出すだけさ。 Here we go die だ、あの彗星みたいな光放ってゴーゴーゴーバディゴー、走り続けよう。ウルトラマンダイヤ、その胸に宿したやる気半分。ザ・ライブ、ウルトラヒーローたちが君の街へやってくる。ウルトラマンタイガ、タイタス、フーマや豪華出演者が登場。みんなザ・ライブで待ってるよ。新たな力、ウルトラマンタイガ参戦。こだわりの造形、彩色に加え、より自由なポージングを可能とした SH フィギュアーズウルトラマンタイガ、2019年12月発売。ございます。もうサクさんには頼りっぱなしで。はい、お願いします。浜田君の入院先、外耳エクスカとつながってる病院に入れてもらえた。
まだ意識は戻らないけど、信じて待つしかないわね。え？何よこれ。どうしたの？ちょっと、こんな危険な仕事はもう続けられない？嘘でしょ。桐崎はどこだ、居場所も教えろ。そんなやつ知らねえって。嘘をつく。条約はお前がやつと取引していたと聞いたんだ。あいつをかばうのか。そんなんじゃねえ。もし会ってたとしても互いに顔も名も隠す。それが取引の鉄則なんだよ。本当に知らねえ、知らねえんだよ。行け。僕のせいだ。誉先輩があんな目にあったも全部僕の。ひろゆき、それは違う。むしろ俺たちのせいだ。私たちがトレギアと敵対しているせいで君を巻き込んでしまったんだ。そんなこと。本当にすまねえことをした。お前は体を貸してくれただけなのにこんなことになるなんて。やめてよ。僕はそんなこと思ってない。僕たちは一心同体。そうだろ。ひろゆき。ヒロ君はそんなこと言う人じゃない。きっと何か理由があるはず。私もそう思うわ。いた。ここは？ああ、誉がいる病院だわ。ちょっと行ってくる。絶対に連れ戻すから。誉先輩。許してくださいなんて言いません。でもどうか目を覚ましてください。誉先輩。社長、ちょっと顔貸してもらえるかな。不良少年くん。突然辞めたいとかどうして？退職願に書いた通りです。命を落としかねない仕事なんて誰だってやりたくないでしょ。まあ至極真っ当な理由よね。でもそんな見え透いた嘘言わないで。え？何かあったんなら遠慮しないで相談して。これでも君よりは人生経験豊富なんだから。ありがとうございます。でもこれは僕がケリをつけなきゃいけない問題なんです。なるほどね。いい加減にしろ工藤博之。世界の不幸を一人で背負ったような顔して何様のつもり。あなたは一人なの？そうじゃないでしょう。昔無力な自分が大嫌いで許せない時期があった。でも思ったの。何もしなきゃ誰も救えない。もし一つでも救える命があるなら自分にかけてみたい。だからイージスを作ったの。それからイージスに誉れが来て、ピリカが来て、君が来て、たくさんの命を救えるようになった。私は仲間たちのおかげで夢を叶えることができたの。君は一人じゃない。いつだって私たちを頼っていいのよ。
この地球には助けなきゃいけない命がたくさんあるの。たとえ自分を犠牲にしても。お願い、戻ってきて。社長、僕は。ひろゆき、まずい、殺さんだ。知ってるのか。雷を司る神だ。姿を見た者には必ず死が訪れるという厄災の神。戦うことが生きがいの中心だ。一体誰が呼び寄せたんだ。女、気に入った女。皆さんまで。そんな嘘だろ。あいつを攻撃したらカナさんも。彼女が言ってただろ。お前が行動しなきゃ誰も救えない。もし一つでも救える命があるなら。ああ、やるしかない。カモン、光の勇者ダイガー。こいつら強い。俺たちの光の力を闇のエネルギーで増幅している。シニアモードでバトル開始だ。
アタック変形ウルトラビークル。残念、ミクラスは400で落札です。続いてゼットンは4000で落札。マーケットで欲しい怪獣を競り落とせ、ウルバト。バンダイナムコ。かかってこい。カナさんを助け出す方法はないのか。へそを切り離せばいいんじゃないのか。可能性はあるが、かなり危険だ。おそらく彼女と奴の神経は同化している。人間の生命力を信じるしかない。きっと彼女はやってくれと言うんじゃないか。この地球には助けなきゃいけない命がたくさんあるの。たとえ自分を犠牲にしても必ず助ける。こちらもそろそろゲーム開始といこうか。ウルトラマンタイガータイガースパークを起動。光の勇者タイガー、キーホルダーを握って変身だ。ウルトラマンタイガーデラックスタイガースパーク、デラックスプレミアアイボ。ウルトラマンタイガーのブルーレイボックスが発売決定だ。これで俺たちトライスクワットやイージスの活躍もバッチリチェックできるな。ウルトラマンタイガーブルーレイボックス絶対ゲットしてくれ。いくぜバディーゴー。暴れん坊の力を宿しメダル暴れんボールネスセット。タイガも参戦、暴れ倒せ。クジラシャポンウルトラマン暴れんボールレアメダルをゲット。ウルトラマン太郎の息子、その名はタイガ。バルトイスクワット、俺はお前で、お前は俺だ。光の勇者タイガタイトス来るな。良き旅の終わり。ウルトラマンタイガ毎週土曜朝9時。僕には何もできないのか。
こと？頑張って！頑張って！頑張って！ガナさん！君は一人じゃない。いつだって私たちを頼っていいのよ。ヒロ君。ヒロユキ、行くぞ。ヒロユキ、頑張れ。そうだ。こんなところで諦めちゃダメだ！アストロビーム！行くぞ、ヒロユキ！タイガー、トライブレード！燃え上がれ！仲間と共に！バディーゴどうする？持っておこう。今の俺たちだったら大丈夫だ。カンナさん、大丈夫ですか？カンナさん、ひろゆき？よかった。苦しい。カンナさん、カナさんが言ってた通り、僕は一人じゃなかった。最初から今までずっと。でも僕がいるとイジスのみんなに迷惑が。いいから戻ってきなさい、仲間のいるイジスに。カナさん、その代わり定年までしっかり働いてもらうわよ。社長、お願いします。あっ、そう、何ですんのよ、ひろゆき。痛いじゃないのよ。すいません。いっそちょっと、もう本当に心配したんだから。まあ戻ってくるって分かってたけどね。すみませんでした、わがままばかり言ってしまって。
え、小村先輩、意識が戻ったんですか？みんなでお見舞いに行こう。うん、じゃあ後で。彼はさぞかし悔やむだろうな。誰？また自分のせいで大切な人たちが犠牲になるのだから。何言ってんの？ちょっと、ひろゆき君には闇に落ちてもらう。君はその糧となるのだ。ことがあんた何なのよ。計画は変更しよう。君のおかげだ。いい、実にいい展開だ。ひろゆきくん。何？夢？今みんな出てる輝きたちは何個目の春が旅をしてきた。暗闇を越えたどり着いたんだ。届けたいメッセージ、一つずつ握りしめて君と出会ったから一つの光。計測し正体を暴く装置 CQ、 この装置を狙いヴィランギルドが動き出した。迫り来る暗殺者の魔の手、お前たちに地球人と宇宙人の絆の邪魔はさせないぜ。次回ウルトラマンタイガ砂のお城。たとえ天が許しても私のウルトラマッスルが許さんぞ。